どうもみなさん、こんにちは。きょうきょうです。今回はですね、コメント欄で、えー、アーチャーばっか生産してますけど、な、何なんですかとか、えー、きょうきょうさんの攻め方を教えてください。であったり、えー、資源の効率のいい集め方を教えてください。ということがありましたので、今回伝授しちゃいたいと思います。それが、アーチャー200体戦法と呼ばれるものです。えー、早速やっていきましょう。 えっとですね、この方法はもう資源を、あのー、基本的にその中に入っている金庫とかに溜まっているものを取るものではなくてエリクサーポンプや金山に溜まっているものを取りたいと思いますでは早速仕掛けていきたいと思いますはいこちらを攻めていきたいと思いますこれすごいもう完全なる放置村ですねもうタンホール9なのにもかかわらずもうなんかもう全部黒壁でなんかコンクリート壁もあるっていう、まあ、今回は見てくださいほら こちらの金山の横のですね。その箱みたいなところ、めっちゃ溢れてますよね。エリクサーポンプもこのようにめっちゃこう溜まっているので、ここを攻めたいと思います。ではですね。アーチャーをこう出していって。出していきます。まあ、こういうこのやり方、他の動画でもまあ紹介したんですけれどもまあ、新しいね。そして。 まあそうですね、こういうのをですね、いっぺんにちょっと取ってしまいます。やっぱりトロフィース、これをずっとばっかやってると、トロフィース抱き下がっていくので、ほんとこれ、やっていくとほんと1100ぐらいまでずーっとね、こればっかやってると、ほんとずーっと下がりまくるので、えー、このように50%狙いで。でもですね、タウンホール9だと、あのー、パーセントがたまりづらいですよね。ターンホールととか相手にすると 結構たまりやすいんですけれどもはいこの時点でもう20万近く稼いでいますねそうそしてあと、えー、この端にあるやつも1体アーチャー1体でどんどん処理していきますはいそしてちょっと待ってくださいねこれで39%どこを攻撃するかまあやなるべく迫撃砲がないところを狙いたいんでまあちょウィザードのともだるいなでもウィザードのとレベル1なんでね こういう村にはならないようにしましょう皆さん42%ということでまあまあ80体ラッシュかけていきたいと思いますこうねなるべくこう分散させてあのウィザードの塔とかね迫撃法にやられないような形でやっていくといいですねそしてあと2%おし50% はい50%終わりました今回が私が紹介したのはですねこんな感じですはいえー、っとこのパーティーのいいところは低コストマーチャーなので低コスト低コスト高収入まあ高収入という言い方はあれかもしれませんけれども20万以上そしてえー、っと生産時間が短いその3つほんといいですよねもう最強の三原則みたいな この3つが揃うことによって本当強いです。えー、っとそうですね。私は基本的にこれです。アーチャーをえー、っとずっと生産している理由もこれです。まあ、でも一つデメリットがあってあの検索費用がすごいかかってしまうということですね。私は今 2, 2分二ぐらい回して出たんでまあ、検索費用はまあ1万いかないかいくぐらいか。 いかないですね多分そんぐらいなんですけれどもたまにほんと20分ぐらい何も出てこない時とかあるんでまあそれがちょっとデメリットですね。まあでも今回、えー、紹介したのは非常にいいやり方なので皆さんも真似,真似してみてください。以上ご視聴ありがとうございました。